センサーです。今回はこちら東京リベンジャーズのマイキーサノマ次郎のキャラケーキを作っていきたいと思いますはい今回は6号の型を用意しましたこちら底が取れる型になっていますこの底の大きさに合わせて切ったオーブンシートや写し絵の紙クッキングシートなどをこんな風に絵の上に重ねてラインを油性のマーカーで写し取りました 油性マーカーはこちらのクラフトテープにもかける油性マーカー、えっと、トップバリュー商品の5本で300円ぐらいいののものを使っています。クッキングシートはコ、えっと、コストコのオーーーブンペーパーを使っています、はい。こちらをひっくり返して型の上にのせたら同じくこちらの型の大きさに合わせて切ったチップロックなどのフリーザーバッグ冷凍可能なものです、ね、を重ねて。 こちらをテープで留めていきます。こちらのフリーザーバッグ部分はトップバリュ商品のジッパーバッグ M サイズで間に合うので M サイズを切って使っています。はい、ラインと重ならないところをうまくテープで留めていきたいんですが、今回はどうしても手のところとかえっと細かく留めなければならないところもあるので気にせず。 あのなるべくかぶらないように端の部分を留めるようにしていく感じでいきたいと思います。ギ、はい、ギリギリのとところを止めましょう、はい、ぐるっと一周テープで止めました後で、えー、とケーキ乗せる時に慌てない方法でやっていきますのでしっかりとピンと張った状態になることを、えー、と目標にして綺麗に貼り付けてあげてください。 ではこの上をチョコレートでのぞり書きしていきます、はい、こんな感じで滑らかに溶かしたチョコレートを用意しましょう今回は明治のミルクチョコレート45かけぐらいを入れて湯煎で溶かしました爪楊枝の先につけて最低でも1 0ンチくらいは伸びる綺麗に伸びてキープできるくらいがベストかなと思います 湯煎で5分放置するととっても滑らかで使いやすい状態になりますただまだ固まりやすい時期ですのでちょこちょこ湯煎し直して書いていきましょうはいでは爪楊枝の先にチョコレートをつけてえっと線の上に乗せていきます利き手と逆側の方から始めると書いたラインに手が触れないのでやりやすいかなと思います アウトラインは多少太めでもいいので細かいところは綺麗に仕上げましょう、はい、目のところの中ですねここは塗りつぶしをしても私のように囲ってもどちらでも大丈夫ですお任せします、はい、塗りつぶしをする人もまずはこんな感じでアウトラインのところを引いて その後お中をこんな感じで塗りつぶしてあげた方が綺麗な仕上がりにしやすいです。で目はね私は囲っておいて後で黒を入れていきますのでこんな感じにしておきます。直でのライン書きが終わりました。こちらは チョコレートが固まるまで冷蔵庫や冷凍庫で冷やしておきますでは続いて色付けの準備をしていきましょうはいでは続いて色付けの準備をしていきますこちら製氷機に用意したのは植物性のホイップクリーム1パックに対して大さじ1ぐらいのお砂糖を加えて1分から1分半泡立てたものと スーパーの生菓用品売り場などで売られている粉状の食用色素になります。はい。今回は赤、黄、黒を用意しました。そしてこちらにはお砂糖などが入っていないココアを用意しています。100%ピュアココアパウダーになります。それぞれ食用色素はお湯、数滴を入れて、そしてココアの部分は えっと、用意したココアの倍量ぐらいのお湯を入れて練ってありますはいこちらを使って色を作っていきましょうまずは黒からいきますお隣のところからクリームを食用色素の方に持ってくるようにして混ぜていきます黒は薄まりやすいので多めに用意しますそしてクリームをしっかり混ぜないと ただお湯に色素を溶かしただけになるのでその後の作業で冷凍したりすると乾燥して割れてしまいますなのでしっかり多めにクリームを混ぜましょうそしてその多めのクリームを混ぜてもしっかり黒が出るように食用色素は多めに用意しますはい灰色っぽくなってるかなと思いつつ混ぜているとしっかり イソが用意されていればちゃんと黒くなってきますので、ここで綺麗な黒になるまで混ぜてあげてください。これも割れにくくするポイントになります。はい、で隣の汚れたところはこう移して灰色を作ります。パイプのところの色とかになります。でさらに薄めた色を作ります。これもパイプの色になります。そこからさらにもう一つ薄めます。 これは白の影の部分になります。はい、これで白系のラインは OK。白の影の部分っていうのはこの T シャツ部分ですね。この部分に使っていきます。はい、では続いて黄色いきます。 黄色をただ混ぜただけだとどうなるかというとこんな感じの黄色になります。クリームっぽい感じの色ですね。髪の色と比べてみるとオレンジっぽい感じがわかるかなと思います。ということで赤を少し足します。はい、そうするとこんな感じの色になります。これがどれに合うかなと合わせていくと うーんもうちょっと赤を入れてもいいかな。でこれを髪の毛の濃い色の方にしましょう。はいこんな感じですね。でちょっとくすんだ感じもあるのでここに灰色を混ぜます。黒を混ぜるとどぎつくなるので灰色を少し混ぜます。 そして茶色も少しだけ混ぜますあまり主張しない程度に少しですねはいこれで綺麗な影っぽい感じになりましたこれを髪の毛の影の色に使いますこれを取って隣に移しますそうするとどうかなもうちょっと明るめでも良かったかな でもいい感じですねはい隣の色とも濃淡がついて綺麗な髪の毛の色になりました続いて肌色を作っていきます赤と黄色を取って混ぜますこのバランスで 肌色にしていきます。ちょっと濃いめにとっても構いません。ちょっと赤が強いかな。混ぜて混ぜて。あ、混ざってきました。黄色がしっかり入るとこんな感じで今は茶色などをくすませていないので。はい、綺麗なはっきり色になりました。はい、こちらを隣に薄めます。もうちょっと肌色赤みが欲しいので。 少しここに赤を足してこちらにも赤を足してバランスを見ますはい明るい色はこの色で良さそう隣もちょっと濃いもうちょい濃い感じですねにしてここには茶色を混ぜます。 さっきの髪の毛の色よりも多めの茶色を混ぜています。しっかりと影の肌色にするためです。はい、髪の毛の色とは違う濃いめの肌色。ちょっと赤を足します。赤の要素が足りないと髪の毛と混じってしまうので赤の要素を足して、 肌色味を出します。はい、こちらの2色で肌の色は塗っていきます。はい、基本的にはこんな感じですね。あとは、旗の部分のこの文字の色を作っていきます。これは思いっきし黄色を取ります。がっつり黄色にしたところに赤をちょっと混ぜます。これは本当に アクセントの赤なんですけどこれちょっと邪魔だから避けますはい山吹色っぽくしたいんですよねこれでいいかなはい光が当たってるところはこの色でいいと思います暗めのところははい茶色とあと濃いめに作った黄色赤を混ぜますさっき避けた赤こっちに入れちゃっても大丈夫なくらい 綺麗な金色になったと思いますこちらで文字の部分は入れていきますということで今回の色作りは以上になりますもうちょっと髪色明るめにしたいなという人は黄色などを足してバランスをとってみてくださいではどんどん絵の中に塗り入れていきますはいでは塗っていきましょう絵を横に置いて左右反転していることを確かめながら 塗る場所を間違えないように気をつけて塗っていってください。まずは影の部分に色を塗ってしまいます。目の部分など独立してこの枠の中に当たる場所は一緒に塗っていって構いません。あとはチョコレートの高さからはみ出さないようにでもしっかりとクリームを入れてあげます。 はい影の部分塗り終えました一度冷凍庫に入れて三十分ほど凍らせますその後残りの部分に色を塗って色塗り完成させてしまいますはい塗り終えましたではこちらは型の中に入れていきますはいこの状態で冷凍庫で約一時間ほど凍らせます その後、色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して、八分立てにしたものを流し入れていきます。平らにならしたら、冷凍庫にもう一度入れます。さらに三時間以上をしっかりと凍るまで冷やし固めてください。はい、色付けに残ったクリーム八分立て、これぐらいですね、テローンとした感じ。 では、こちらを流し入れて平らにしていきます。あとは、はい、ちょっと傾けて、はい、トントンとしてあげると平らになります。では、こちら冷凍庫に入れてしまいます。はい、3時間以上冷凍したものになります。つかないぐらいのレベル。型の周りを温めて、ラップを敷いたところにひっくり返しています。 テープが外れたらそこの部分を取ります下の部分はここで外しますでテープを内側に折り込んでおきますはラップにくるんで冷凍庫で保管しておきますケーキが仕上がったら出してきます ケーキができたので、上に乗せて完成させてしまいます。はい。ラップを外して。まだジップロックの部分は外れていないので、手でパーッと持ってします。で。ケーキの上に載せます。はい、位置が決まったら、軽く押して固定します。テープの端を持って、そっと上に引き上げるようにして、剥がしていきます。 無理な力がかからないように、割れないように気をつけて剥がしていきましょう。はい、今回はこんな感じ。大丈夫かな。では飾り付けをしていきます。まずはぐるっと一周クリームを絞っていきます。はい、マイティ君からちょっと。もう飾るものによって、全然印象が変わってくると思うんですが。 うんこっちはフリーズドライのイチゴですねこれは想像がつくのでまあかっこいいんですけれども今回はアイキーのかっこいい感じキラキラした感じを目立たせるためにこちら、えー、とフルーツ顆粒のマンゴーを飾っていきます。見つからない場合はジュエリーシュガーイエローもおすすめです。はい飾ってみるとこんな感じ。 フルーツ飾りたいところですがちょっと余計なことをしてしまうかもしれないので今回はこちらで完成にしますバースデープレートとか飾るときにはこの余白の部分に飾るとバランスが取れてかっこいい仕上がりになるのでおすすめですはい今回参考にしたいと並べてみるとこんな感じの仕上がりとなりましたいかがでしょうかはいというわけで今回は東京リベンジャーズの佐野万次郎君マイキーのキャラケーキを作ってみました いかがだったでしょうかでは次回もお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします以上ドリームチェイサーでしたまた見てねバイバーイ、はい、ラズベリーパウダーあったのでちょっと遊んでみましたけどこれもかっこいいかもしれないですねイチゴがない時期にもおすすめです